さあ皆さんこんにちは。ということでですね、今日試合の翌日ということで、ぜひ皆さんに届けたい、動画がありましてですね、実は、先日の試合で西川周作選手がですね、 J1500 試合、出場達成したということで、ぜひね、本人の口からいろんなことをね聞いてみたいなと思いますので、今日西川選手と散歩しながらいろいろ聞き出したいなと思いますので、どうぞお付き合いの方よろしくお願いします。それでは西川選手、よろしくお願いします。はい、いやー、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、西川選手いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。天気もいいしね。めちゃくちゃいいね。いろんなこと聞けると思うんですけども、今日ね、いつもだったらやっぱこういろんなファンとかサポーター目線で西川選手ってちょっと呼んでるけど、今日はね、親しみ込めてね、いつものようにしゅうちゃんでいい今日。いいよ。しゅうちゃんでいい？しゅうちゃんでいいよ。いつも通りでいこう。いつも通りでいこう。いつも通りでいこう。ということでね、しゅうちゃん。はいよ。なんかね、昨日の試合でまた素晴らしい功績を残したということで、はい、J1500 試合ですか。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これがさ、やっぱりこの500っていうのがどれだけのすごい記録かっていうのを、やっぱみんなに分かってほしいんですけども、僕らね、一個違いなんですよ。そう。ね、今年34。で35、1年しかね、プロキャリア変わんないのに100試合以上僕と公式戦の試合出場数が離れてるってえげつなくないですか。だって1年間で約30試合ぐらいかな、今。そうだね。しか変わらないですよ。100試合以上離れてるって約3年半ぐらい、そうだね、かかんないとその100試合って埋められないんだけど、一つしか年齢違わないのにもうそんだけ差がついてるって、しゅうちゃん、これいつから出たんですか。いやいや、うん、1年目の夏なので、うん、2005年から。2005年、もうじゃあプロ1年目からずっと出続け、プロ1年目から今17年目。17年目、もうずっと出続けて、この結果だって500試合出場してるのが今日本のプロサッカー選手で、しゅうちゃん出て9人のうちの1人で、しかもその9人の中で史上最年少で500試合クリアでしょ。クリアし、俺めっちゃ調べてるでしょ。知らないです。詳しい。俺より詳しいんじゃない。それぐらい知らない。あ、そうなんだ。それぐらいこの500試合ってめちゃくちゃすごいんだよね、うん、なんかこう、まあ僕たち浦和レッズに所属してますけど、浦和レッズにもね、ものすごい記録をこれまで出してきた人いっぱいいるじゃん。いるね。その人たちはもちろんすごいんだけど、こう500試合に向けてやっぱ史上最年少でクリアするって、怪我がないでしょ、まず。怪我がないで、出続ける難しさ、いろんなプレッシャーがある、しかもその中で日本代表であり続けてる、これすごいでしょ。伝わる、みんな。めちゃくちゃ伝えてくれてる。え、伝わる、伝わってるの。これ見てる人どれぐらい分かってるか分かんないですけど、J1 のみですからね、これ。でしょ。J リーグ通算じゃないからね。ルヴァンもあれば天皇杯もあって、ね、いや、あ、確かにそうですね。マジすごいよ。いや、でもね、自分では実感が湧かないんですよね。湧かないの。全然湧いてなくて、でも周りのみんなからおめでとうとか、もういろんなお祝いの声を聞いて、あ、すごいことなんだかなと思いながら。だ、めっちゃ来たでしょ、500試合。めちゃくちゃ来た。どうでしょう。めちゃくちゃメッセージ来てありがとうございます。ちゃんと返したの、全員に。全員には返せてない。珍しくそんなね、連絡来ることないからね。すごいでしょ。本当にありがたいことで、ここに今しゅうちゃん来てくれて、 J1500 試合出場ってものすごいって言ってるでしょ、うん、うちのマネージャー、元水戸ホーリーホックで5年間プレーしたんですけど、公式戦試合出場数何試合だっけ。ゼロ。5年間でゼロ。5年間でゼロ。ってのは1位で、17年間で500試合。いや、この差もうすごいでしょ。で、同じキーパーでね。同じキーパー。この差はすごいよ、本当。まあね、今日はね、ちょっとそんなね、しゅうちゃんにやっぱいろんなこうメディアとか、まあ、選手間でいろいろこう喋ってる中で、まだね、実はこれで言ってないんじゃないっていうのをちょっとどんどんね、この槙野と槙野の俺じゃけんならなって、ちょっとね、掘り出していこうかなと思うんですけど、せっかくだからね。じゃあなんでね、この500試合を達成できたと思う、しゅうちゃん。達成できた、まあ、まず1年目の自分を、にチャンスを与えてくれた、当時監督だったファンボカンさんに、非常に感謝しているっていうのと、あの監督がいなければ今の自分がいないと思っているので。なるほどね。あとは
怪我をしても怪我にしないというか、うわ、まあ、牧野選手もね、あの本当に怪我に強いんですけど、うんうんうん、怪我をしてもいかにその怪我をしてないかに見せる、ね、あ、それめちゃくちゃ大事、うんうん、それはすごくね、あのプロとして考えながらやってます。あのね、怪我して痛いのはみんな痛いんだけど、やっぱね、ここ騙さんとダメだよ。いや、そうそうそう、痛いんだけど痛くないって言わんと、痛くない、もう自分は痛くないよ、そうなんだよ、できるよって。で、あの疲れたとかもさ、うん、疲れてんだけど疲れてないってやっぱ自分に聞かせないと、そう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 、ね、やっぱそうなっちゃうよね。そうな、まあでもそう、怪我しないってしゅうちゃんすごいことだもんね。そうだね、うん、うん、500試合ねこう達成した中で、しゅうちゃんがこれまでやってきた中で忘れられない試合、あの試合があったから今の俺がいるみたいな試合ある？もうね、それは一つ、二つあって、うん、まず一つ目は、うん、あ、デビュー戦、おお、デビュー戦ね、2005年7月2日、うん、もう今でもはっきり覚えてるけど、すごいね、相手はもう、うん、マリノス、おお、マリノス、ホームね、そう、うん、大分のホームで、うん、相手のゴールキーパーは榎本哲也さん。おお、すごい、ちゃんがいたね、すごいね、以前浦和にも在籍した、そう、うん、で、まあ、その試合 0-2 で負けたけど、うんうん、あの試合があったからこそ出続けれたっていうのもあって、あ、もう一つは、うん、やっぱり浦和に来て、うん、2014年浦和に来て、うん、そのシーズン優勝できるかと思いきや最後、うん、ガンバ大阪に抜かれた、あの試合、ホームでの試合は、はい、もう今でも忘れない。それも 0-2 だ、 0-2、 うわー、そう、いずれもあれなんだ、自分が負けた試合なんだ。負けた試合、勝った試合っていうよりは、うん、負けた試合が今でも、もう、なるほどね、逆にそういう負けた試合から、そういうのを生かして次に生かしていこうっていう話か。そうだ、ね、すごいね。なんか俺性格的にさ、負けた試合をもう忘れるで、自分が点取ったとか勝った試合みたいなイメージよく持ってって、こうやって生かしていこうと思ってるんだけど、すごいね、しゅうちゃんはその負けた試合から生かそうって思ってんだね。そう、生かそうと思いながら、うん、15年6年、うわー、すごいね、なんかそれいいね、いい、そう、そうなんだ、負けた試合が自分忘れられないんだね。そう、そのさ、しゅうちゃんがやってきた中でさ、うん、まあもう今やっぱりこうベテランっていう域に入ってきたわけじゃん、うん、ね、その中でさ、自分の中でこう、うわ、このキーパーやっぱ一番すごかったなみたいな、あ、いる？今まで、今まで、今まで日本の中だと、うん、川島英二さんかな。英二さんはマジで、やはりゴールキーパーの中でも、うん、やはり、やはり、うん、素晴らしい、全然違う、全然違いますね。なんかね、キーパーだったら分かんないの俺たち、やっぱ止めるとかだけがすごいのかなとか、今いろんな能力あるじゃん、やっぱ違うんだ。エイジさんのすごいところは、うん、所属チームでも、うん、試合に出てなくても、うん、代表に来た時にパワーアップしてる、うん、なぜ、うわ、だから練習をもうかなりやってるんだなっていうのがすごい伝わってきて、うん、でもそれ分かるね、一緒にやって分かる、本当にそれエイジさんってやっぱ違うんだね。そう、キーパーから見ても、違う、全然フィールドから見てもやっぱ違うの。ああ、うん、やっぱ違うんだね。やっぱキーパー目線で見て凄さが違うって、やっぱそうなのか。エイジさんやっぱ止めるもすごい、止めるもすごいし、やっぱりブレない、その意識が、ああ、そうね、常にやっぱ前向いて同じ方向を向いてるから、うんうん、自分のそのブレがないっていうのはすごい。いや、すごい、俺もね、エイジさんにいっぱい怒られてきた、怒られた、ね、シュウちゃん、俺も隣で見てきたもうね、代表の活動中いつも怒られてたよ俺ね、愛があるね、もうほんと愛がある、いっぱい叱ってくれたしね、忘れもしない、俺あの20代の後半ぐらいさあの、まあいい、僕も大人になってね、いろいろあのやっちゃいけないこと言っちゃいけないことも分かってるんですよね、そんな中で、あのエイジさんからあのグーパンチで、あの頭落とされましたが、こうやって懐かしい、懐かしいね、やっぱすごいよね、キャプテンシーやってこうチームでまとまるとかさ、これをやっぱりこうこの勝負に勝ちたいとかさ、そう、いやすごいよね、ああいうのはやっぱ、ま、あの一緒にいて学ぶことたくさんあるよね。たくさんあった、本当にあって、また一緒にやったからやりたいなっていうのはすごい、なるほどね、思ってるね。キーパー目線で、うん、西川選手です、あ、このプレーすごいなって思ったんだ、槙野さんにも一回話したんだけど、うん、バイタルあたりからシュート、うん、左足から言ってたね、足運んで右手で1本で触った、とっせ、あれね、徳島戦、ね、あ、徳島戦、うん、あれは、あ、からのシュート、あの速さで足を運ぶって結構難しいです、うんうんうん、しかもブラインドですよね、ブラインドですね、うん、
ブラインドになってて、あの見えない状態でシュート打たれて、あんだけ足運べるって結構やっぱレベル高いなっていうのはあるんですけど、あの時どんな感じだったの？自分の感触と。感触はもうあの無心というか何も考えてなくて体が動いたって感じだったんで、一番なんかビッグセーブする時ってそういう時かなって、本当にあ気づいたら止めたみたいな。それすごいよね。だから、まあ、あそこで足を運べたのは、ちょっと自分でもびっくりしてますよ。成長してるんですよ。もうしゅうちゃんさ、そういうやっぱこう年々さ、いろんな監督の下でとかさ、戦術違う中でやってきてさ、あ俺上手くなってんなとかさ、思う？落ちてきた逆に、あ俺ちょっとこういうの落ちてきたなとかって思う？落ちてきたは全然思ってなくて、思いたくもない自分もいて、でやっぱりこう監督によって求められることもちょっと違ったりするから、 そうだよね、それにまず監督の話を聞いて、自分で何ができるかとか、そこの振り分けはちゃんとしようかなっていう。サッカー IQ 高いもんしゅうちゃん、求められることをしっかりとさ、それ体現するしね。本当。ありがたいね。いやすごいすごいすごい。ちょっとこれまでさ代表とかずっと選ばれてきてさ、また今年代表選ばれたじゃん、どうなのこの代表への思いとか。もうね、改めて3年ちょっとぶりに選ばれて、その代表への意識はより強まったというか、すごい。もうやはりあの場所を目指さなくなった時がサッカーやめる時かなって。なるほどね。思ってるので、また絶対入りたいなって、ワールドカップもやっぱり槙野選手みたいに出たいなっていうのは、いや思うよね。まあ、しゅうちゃんね、2014年のブラジル大会でワールドカップ行って、まあね、試合に出れなかったけども、またこうやって代表に戻ってきて、俺嬉しいもん。やっぱありがたい。すごいすごい。そのモチベーションをずっと保って、そこにずっとこう向かって努力し続ける姿をやっぱ近くで見てるから、いやすごいと思うし、なんていうのかな、やっぱりいろんな選手、若い選手たちもキーパーいっぱいいるけど、また青いユニフォーム着てね、ちょっとね戦ってる姿をね見たいし、一緒に来たいよね。いやそうだよ。俺も人のことばっか言ってるけどね。よく試合数をね勝負してたよね。そうキャップ数がね、もう本当近いんですよ。そうだからね、ちょっとね、もう一回まあ所属チームでね、結果残して頑張って、また呼ばれるようにね、したいなと思うんだけど、しゅうちゃんのじゃあ今後のね、目標なんか聞いてみようかな。目標ね、目標は、ワールドカップに出ること、おそれが何、一番近い目標。一番近い目標で、なんていうのかな、子供が、まだちっ小さい時に代表入ってたから、今やっとこう、まあ、小学3年1年生になって、もうパパのその仕事でもはっきり分かるようになって、応援してくれるようにもなって、やっぱり日本代表での西川周作、パパっていうのをまだねちょっと分かってない、なるほどねっていうのがあって、そこはやっぱりね、うわそれはすごいね。僕も娘さんよく知ってるんですけど、やっぱいいね。浦和レッズの西川修作が知ってるね。分かるよね、日本代表の西川修作ね。いやーそれはちょっと見たいしね、やっぱ記憶に残したいよね。残したいね。残したい。確かにいい話聞けました。いい話聞けました、今後の目標なんか、てっきりなんかさ、まあそろそろ地元に帰ってとかさ、しゅうちゃんテレあの J リーグの企画で農家で米育てるってやったの。米農家で、でその農家で米育てるっていうのやったんだけど、なんかそういう道に行きたいとか言うんかなと思ったら、ちゃんとした目標出てたとか、びっくりしたよ。もう確かに言ったことなかったかもね。すごい、でもやっぱねこう35、まあ、とか過ぎたりとか、それぐらいの時にもやっぱこう代表への思いを語れる選手とか、そういうなんか熱持ってる選手ってだいぶこう落ち着いてくるじゃん。それを持ち続けられるってなかなかすごいからね。いやもうね、自分にはサッカーしかないと思ってますし、いいじゃんいいじゃん、そこでね勝負したいっていう思いは強いよね。いいね。改めてさ500試合達成して、これがまたなんかさ面白いなと思うんだけど、501試合目がさ古巣の大分なのね。そう、またこれもさ大分のファンサポーターの方たちにとっても俺すごい、あのなんか巡り合わせというかね。そうだね、タイミングだよね。本当運命を感じた。いいね、またちょっと違った姿をね、そう成長した姿をちょっと見せたいよね。見せたい、見せ続けたい。で勝ちたいね。勝ちたい勝ちたいね。本当に勝ちたい。チームが勝つことがもう一番なんで。そうだね。
俺さ個人的にちょっとしゅうちゃんに質問して気になること最後に。おいいね。しゅうちゃんさ去年すごいこうコロナで難しい状況とかチームが苦しんだ時に、うん、キャプテンやってたでしょ。やってましたね、うん、で今年阿部ちゃんがキャプテンで、はい、僕たちはあの副キャプテンで、そうですね、あのチームをスタートしまして、今あの一応ゲームキャプテンということで僕任せてもらってるんですけど、はい、まあ、あの力のなさを感じてまして、いろいろこう難しいなと思いながらも改めてさそのチームをまとめるとか、うん、なんだろうな、自分がやらなくちゃいけないことの立ち位置っていうのはどういうふうに整理してやってる。自分がまず、まあ、まずはあのしっかりプレーをしようっていうことと、うんうんうん、あとはその、まあ、去年だと周りにちょっと気を配ってた部分はあったんだけど、自分ではやっぱ抱えきれないこととかっていうのは、うんうん、あのまあ、牧野選手、宇賀神選手にも1回相談させてもらったり、うん、はい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 、選手ミーティングをやるタイミングだったりっていうのを相談したら、うん、やっぱりこう支えになってくれてた部分が大きかったん で、うん、でちょっとこうチームとしていいなと思ったのは、うんうん、じゃあこれ選手ミーティングやろうって言った時に、うん、結構もう積極的にみんなが、うん、俺じゃあやろうやろうよって言ってくれたのはすごい救いだった ね、 あ、 ったね。あれは絶妙なタイミングだったよ、しゅうちゃん。あれはね、あれはすごかったね。未だになんかこう俺の G リーグっていうかプロの中でも、うん、あ、これがキャプテンだなって思ったもん。もうね、こういうタイミングでなんか選手ミーティング開くんだと思って勉強させてもらいました。いやいや、もう本当に本当にマキにはいつも助けられてるんで。いやもうね、やっぱりこのチームでね僕ら長くなってきたんでね、やっぱりこうどうですか今後どういう風にやっていきたいですかチームに。やっぱりこう年齢的にもベテランって言われる年にはなってるんですけど、うん、まあ、気持ち的には若い気持ちでやっぱりチームを引っ張っていきたいですし、うんうん、やっぱりレッツに来てリーグタイトルっていうところで、ね、まだ取れてないんで、まだね、絶対取りたいなと。お、取りましょうよ、ね、取り行こう。ちょっとこれまでちょっとこういろんなね取れそうで取れないのとかね、あと一歩のところであったからね。でやっぱりアジアの舞台にちょっと帰りたいよね。帰りたい、楽しいよね ACL。 楽しんで、あの過密日程でさ、でアウェーまで行って、でファンサポーターもね、みんなアウェーまで来てわーって喜び分かっちゃってね。今でもねやっぱ見るもんね、あの時の2017の鳥肌だよね。うん、わかる、鳥肌もだよね。だからまあ監督が新しくなって選手もだいぶ変わったけど、変わったね。でもさ、やってるサッカーめちゃくちゃ面白くない。面白い、ね、やりがい感じてるもんね。やりがいを感じてます。お、西川選手の、はい、501試合目以降向けて、はい、ちょっともうズバッといっちゃってくださいよ。ズバッとですね、うん、そうですね、うん、まあ、試合数でいうと奈良崎選手だったり遠藤選手を、うん、まあ、目指していきたいなと思ってます。それ何試合なの。それがね、奈良さんが631で、 630! やっとさんが641かな。うわ、じゃああと100、まだまだ、まあ、50ぐらいね、出ないとね。まだまだ先なんですけど、うん、まあ、健康第一で頑張っていきます。いいね、はい、何歳までやりたいとかあるよ最後。何歳はなくて、うん、なんか J リーグに何か名を残してやめたい。うわ、だから記録だったり記憶だったり、ポジティブな、ポジティブな記録、ポジティブなやつね、うん、ネガティブじゃなくてね。やらかしじゃないよね。やらかしじゃなくていい形で終わりたい。いい形でね。なるほどなるほど、わかりました。あとね、森谷くんもね、あの見た方がいいよ。森は見た方がいい。森谷選手来てほしいですね。来てほしい、確かに呼んじゃう。見たい、2人のコンビ。森谷くんちょっと YouTube 教えてあげたいな。まあ、今までね、500試合って言ったらいろんなフォワードと対戦してきたと思うんですけど、はい、このフォワードだけはちょっともう勘弁みたいな、フォワードもしいたら教えてほしいです。2人僕の中ではいて、まあ、サンフレッチェ広島の時にチームメイトだった佐藤久志選手は嫌でしたね。久志さん嫌だよね、あの動き、うん、に青山選手のパスが出てきたりとか、うんうんうん、っていうのはすごく嫌で、よく知ってるからね。そう、うん、だからまあチームメイトになって非常に心強かったし、うん、はい、うん、助けられた部分があって、うん、もう一人は、まあ、浦和レッズの5番、あら、はい、彼はですね、フリーキックの時に邪魔をしたりとかチャチャ入れてきたり、やっぱ集中をね保つのが非常に難しいと思うので、いやーね、ね、ゴールキーパーとしてはねやりづらいですよね。嬉しい、これね、しゅうちゃん、ガンバの東口選手も実はね、お、
嫌なフォワード3人挙げる中に俺がいたんだよ1人誰よりもあのゴールの意識が強いっていうので挙げてきてまさか日本を代表するゴールキーパー2人にあの嫌なフォワードとして挙げられましたやってきてよかったわ嬉しいねこれクセ者ですよいいね今のじゃあ西川選手でしたありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございます。